チェリーチャンネル。よろしくお願いします。おはようございます。島木の真由一だ。田中康介です。大井の太郎です。田中です。今日の企画は、岡部隼太くん、31回目のお誕生日。1回がそういう日か31回がそういう日か、そうだよ、ね、分かってなかった俺多分今日何の動画撮るんだろうってガチで分かってない、マジで分かってない。あーなるほどね、まあ、何を隠そうね、この後上隼太くん、はい、今日が4月の3日なんですけど、10日で今年だっけ14か、はい、14 10日は何もないです何もないでしたね、10日はシャルミシェリーの誕生日です。あ、そうですね、あー、はい、4月14日がね、まあ、誕生日ということで、動画上がってる頃間に合ってるかちょっと分かんないんですけど、お祝いしていこうじゃないかと思います。というわけで今日やっていく企画は、翔くんお願いします。はい、今回は隼太くん誕生日記念大人気企画が帰ってきました。おお、そんな企画あったか、うちに仮面ライダーに返事しよう。やったな大人気企画っつったってさ仮面ライダー好きじゃないじゃない。あなたでしょ、だって好きだろ。他にネタがなかった。まあ今まではあの3人にやらしてね、対決方式でやってたんですけど、その中でもまあ陽介さんは、まあ、結構こうひらめき力が強くて、そうです、ダントツのライダー、ダントツで、そうで、ゆいさんはもうなんか壊しそうな勢いでガチャガチャやるから俺の大事なベルト俺の宝物壊すんじゃねえとあんま触らせたくないな間取って隼太くんだったらいいかな、はいはいはい、と思って、ね、今日はね隼太くんのためにまた仮面ライダーのベルトを持ってきました。今日3本持ってきたんで、はい、こいつをでね、誕生日っていうことで、はい、プレゼントも用意してあるんで、うん、はい、こいつをかけて隼太くんに挑戦してもらおうかなと。変身をすればいい。そうです、はいはい、じゃあまずは準備をしていきましょう。はい、じゃあお願いします。はい、それでは今回ご用意した仮面ライダーのベルトが、せーの、はい、懐かしいな、懐かしいね、はい、すごいですね。3つの仮面ライダーベルトが並んでますけども、ルールはね前回とほぼほぼ変わらないです。正しい順序で変身までしてもらうと、はい、はい、今回ねちょっと難しいのもあるんで、最初からヒントを出そうと思います。ああ、はいはいはい、3つ全部成功できたらプレゼント獲得です。無理じゃん3つ全部なんで2つ成功、はい、ベルマークベルマークくれんのやりましたね1個しかもうできなかった、全部できない。もうこれは私監修のもと仮面ライダーの映像になぞってガチ変身習得するまで今日は入れませんルール的にはどこまでできたら変身成功なんですか。劇中の変身の手順をちゃんと踏んで変身ってなれば成功です、はいはいはい、ポーズとかはさすがに、ポーズとかさすがに、さすがにね、ちょっとね、うん、音鳴るんでしょ。でも音鳴ります。で今日はあの隼太くんの誕生日企画にそんな時間かけてらんないんで間違ってた時点で違います、あ言います、はい、でもそのチャレンジは別に何回でもできる。チャレンジはもちろん何回でも時間ないです、まあ、今日は隼太くんの誕生日なんで好きにやってもらって。確かに確かに。最初に与えるヒントなんですけど、仮面ライダーの変身ベルト、昨今ね変身する前って絶対変身待機音っていうずっとループする音楽が流れるんですよ。はいはいはい、はい、さらにヒントとしましては、はい、今回はこのベルトを変身するにあたって、はい、変身に必要な工程数、これを教えます。なんてで変身してできるか、ね、仮問題持ってきたんで。仮問題はい、こちらこれあの正確に言うと仮面ライダーじゃないんですけど、まあ、仮面ライダーの劇中に出てくる敵キャラですね、はい、これ僕が個人的に好きなんで持ってきたんですが、はい、まあ、これであればまずここを長押し、うん、これが変身待機音、ね、そうで離す、変身できました。なので今のは長押し離すで工程2、うん、なるほどね、OK、工程1工程2工程3まであったとしたら、どこの間で変身待機音が鳴るかっていうのはもうお次第だな。あ、 OK です。1やったら待機音鳴るよとか、そこまでお次第ですね。 OK です。じゃあちょうどもうあの順番通りに第1ステージ、第2ステージ、第3ステージと指定されてる。なるほど、はい、これは仮面ライダーなんですか。これこれは仮面ライダーウォーズ、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 うん、これ仮面ライダージオー、ジオー、仮面ライダーライブ。じゃあこれでやっていきましょう。じゃあ、はい、まず第1ステージ仮面ライダーウォズに変身してもらおうかと思います。はい、豪華じゃないですか、めっちゃ。じゃあまず、このベルトで必要な工程数、はい、4、多くね、初っ端から4、まあまあ多いですね。変身体験が鳴るのは2からです。
あ、じゃあ何かやって何かやったらなるなるなる。でもその後2回工程踏まなきゃいけない。これはねもう直感でねもういけると思う。要は何かを2回やったらとりあえず体験もなるから、そこまでをまず見つけるべき。そういうことだよね。よし、あ、ショッカーだ。しー、あー、助けて。しー、いい、いいっすよ。え、いきます。はい、いきます。お、いいじゃん。失敗です。ここにくぼみがあるんですよ。そう、あるんだよね、ここにね。で、これのくぼみ間違いなくあるんですよ。だからこれを行くのは間違いないですよ。お、来た。お、これは大気音ですか。これ大気音です。よし、お、1、お、2、失敗です。いやー、惜しい惜しい惜しい。つけてガチャン、ガチャンはいいんだ、ガチャンはいいんだ。いきます。はい。あ、なるほど。わーねって言ってから、そんな焦んなくていいよ。こんなわけよね。あと1でしょ、ね、あと 1? じゃない、もう失敗です。ええ、3が違う。3がダメだ。 3が違う。いきます。はい。なんて言ってんのこれ。ウォーズ、ウォーズ、ガチャン。この後にガチャンじゃないんですよ。ガチャンじゃない。ガチャンじゃないんだ。ボタン押すの。ボタン。どうですか。失敗なんですよ。失敗なんですけど、うん、あのね、もうその先を言っちゃってんだよ、早田くん。必殺技出そうとしてる。そうそうそう。変身じゃないんだ。変身前に必殺技。変身前に。まあ、でも2までいけた。2までいけた。押す、はめる。はめる。それガッチャやっちゃうぐらいだよ。うん。ガチャンはダメ。今、ボタン押してもダメだよね。ボタンならダメだ。ダメだ。いや、そこまで合ってるよ。あ、合ってるな。あ、じゃあガチャンじゃないんだ、最後。ガチャンじゃない。このボタン？あ、違う、これボタンじゃない。飾りか。ボタンじゃないよ。他動くとこないですよね。動くとこないよね。じゃあどうする？引くんじゃない？やめて。壊れる宝物が。いや、ずっと廃棄してる。ずっとはめたら、ずっと。あ、はめっぱって止まっちゃった。ああ、そういうこと。ああ、確かに。ショッカーが、ショッカーが変身に協力してるもんね。こうじゃないって。で、押す。押す。はめる。これで仮面ライダーウォーズに変身できました。でも、ね、言ってた、ウォーズって言ってた。そう、うん、大ステージクリア、おめでとうございます。仮面ライダー1号とかと比べるとなんかこういびつな形のライダーベルトですね、うん、未来のライダーなんですね、劇中で出てくる。対戦しますね。対戦しますね。すごいんですよこれ。昔ハマんなかったから延長コードみたいな。昔なこう腹パンパンの状態でめっちゃ平行してたから。それだけやっぱ大人ライダーが多いっていうことなんですね。そういうことなんです。第2ステージ、はい、はい、こちらは仮面ライダージュオーのベルトなんですけど、はい、かっこいいねこれね。クリスタルみたい。こちら工程が5です。おー、はいはいはい、で待機音は3つ目でなります。1,2,3 で退去になって、はい、あと4,5で変身できます。かっこいい。え、めっちゃ紫い。かっこいい。書いてある書いてある書いてある。もベルトにボタンとかは見受けられます。うん、一応。なるほど、ね、ボタンなんだそれは。じゃあショッカーさんお願いします。キレー、失敗です。さっきのと似てますよね。そうですね。ボタンを押すってところまで。今ボタンを押して失敗だった。今ボタンを押して、この状態でボタンを押して失敗だった。でもすごいあのやり方は良くて、だいたいこうやって小物分かれてる時って、うん、この小物に何かしてから装着するんですよ。ということはこのボタンを押す前にこの小物何かする必要があるんですよ。なるほど。はい。いきます。はい。装着する前に言うと。え？あ、
外して外して。いきます。はい。さっきボタン押して失敗だ。おおおお。登る。失敗です。あ、ボタンじゃないんだ。あ、そういうことか。時計のライダーなんですよ。はい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 、はい、なんでこれ大きい懐中時計なんですよ。これを回すとなんと仮面ライダーの顔になると。こうなってるわ、はい、第2工程まで見えましたね。はい、はい、いきます。はい、はい、回して押す。来た来た来た。はい、編集大業あと2工程。これ逆側はなんか同じ溝ないっすよ。あるけど、え、あ、終わった、終わった、マジムズすぎんだけどこれ時間切れ。まあ時計のライダーなんで、はい、あ、どうすんじゃん、もう一回回すんじゃん。いや、え、これ回ったりとかない。ああ、そういうことか。あ、でこれが反対側に行くみたいな。ワンちゃんこうぐるって回る、ぐるっといきます、はい、ガチャン。回らね。回りそうだけど。ん？あ、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 一周して。成功でーす。おお。死ね。いやマジ今陽介のひらめきすごかった、ね、時計だから時計だ神のアドバイス。初めてでこれひらめくのすごいよ正直。でも今かっこいい変身だったわ。時計で一周回ってこれ一周するんですよ。これが鐘の音ってこと。そうですね。ああなるほどね。かっこいいな。もっとかっこよくするんだったらね、もっと思いっきり回してほしかったんだよね。ぐるっとね。じゃあこれで第2ステージクリア。おめでとう。とりあえずベルマークはゲット。残すところはあと1つ。あと1つ。いやこれやっぱ陽介いるのでかいわ。陽介のひらめきすごいわ。はい、じゃあ最終ラウンド。はい。仮面ライダーライブに変身していただきます、はい、では工程数発表します、はい、工程数は、はい、6です。おお、まあ、順調にね増えてってる。456と待機音声までは4。はい、はい、ベルトっぽくないんですよね。多いな形が。18禁のライダーってことですね。ではショッカーさんお願いします。変身。失敗です。今のは何だった？何だったの？今のも変身対決。あ、え、言ってた、言ってた、言ってたの。1、2、3やったと思って今。はい、え、ただ工程としては6歩必要なんです。なんかはしょってた。はしょってます。編集はできたの？編集はできましたよ。あ、できたんだ。編集はできました。なるほど。ある意味これさ、俺ちょっと今思ったんだけど、スタンプっぽいんですよ。で、ここに押せと言わんばかりのものがあるんですよね。これなんかポンみたいな、スタンプラリードンみたいな。じゃあ僕は行きましょうか。はい、はい、どこまで合ってたんだろうね。ね、わかんないんだよね。変身。お、お、二、二。無理やり動かすとかないから。三。これ耐久音。これ耐久音です。じゃあ一個足んない。じゃあ一個足んないよ。足んないよ。足んないよ。外す。ゲームオーバー。ゲームオーバー。ボタン一。タッチ。なんかもう一個必要。もう一個やってから刺すんじゃない？工程間違うと5でいっちゃうんですよ。これボタンじゃない。なんか動くんだよね。あ、動きそうだね。そうそうそう。あ、こんなところにボタンある。
何かが。いきます。1、2、2。おおおお、4。これで4失敗にしましょう。どこまであったか。2まであった。でも3で入れたらなっちゃったもんね。今回はあの順番のテレコは認めてないんで、うん、順番が間違ってたらね、はいはい、失敗例出しましょうか。ここまであったもんね、はい、そしたら、そしたら、はい、これ失敗でしょ。これ失敗です、うんうん。ここから成功に持っていくんです。成功ってどういうこと？これは大気温じゃないの？これ大気温です。ある意味大気温です。もう一個あるってことか。あ、ビジム変わった。あと2個。おう、1個足りなかったっすね。今の感じ編集はできてたよね。編集はできてた。ここのねひっくり返しに気づいたの素晴らしかった。これひっくり返さないまま変身すると仮面ライダーエビルに変身するんですよ。エビルってことはもう悪魔だ。エビル EVIL をひっくり返すとライブになる。おお、なるほどね。2種類のライダーに変身できるんだ。そう。おお、なるほど。悪のライダーと正義のライダー。はいはいはい。何こんな設定が。いきます。はい、いいよ。そうそう、行こう。ここが開きそうなんで。しっかりね。もっと大きいところが起きますよ。何見る？何見るか。何見る？コウモリみたい。ピストル、ピストル。あ、全体的に？うん。陽介、助けて。陽介？これ何に見える？あ、ひっくり返すのはもうないかな。ないか。何に見える？あ、でもさ、これがひっくり返ったんだよね。あ、これなんて言った今。聞いてなかったわ。これひっくり返すと。ガン。ブレード。あ、ガンとブレード。で、これ、ベルトではあると同時に武器なんですよ。はい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 、はい。え、ってことは外せるんじゃないんだ。ね、そういうことだよ。いきます。はい。変身。変身。起きて、あげる。あ、持ってんだ。ベルトそのものが武器なんですよ。これだとだからガンなんだ。そう。で、剣にも、だから、そうですね。どうにかすると剣になるんだ。仮面ライダーエビルの武器なんですけど、この場合はブレード状態にして。これで外してみてください。おお、これで剣なんだ。そう。死ねというわけで、はい、3戦すべて成功。おめでとうございます。このライダーは自分の気まぐれでいいやつになったり悪いやつになったりできる。この仮面ライダー自体がもう悪魔と契約するライダーなんですよ。このライダーに変身する子は自分の中との悪魔と戦ってて、はい、乗っ取られてる時はあっちのエビスに変身した、はいはいはい、その悪魔に打ち勝って変身したのがこの仮面ライダーライダー。はい、うーん、かっこよかったな。なんかみんなおお何にせよ、はい、全て成功ということで、はい、見事プレゼント獲得。おめでとうございます。マジで陽介のアドバイスでかかった。今回はプレゼントはゆいさんの方から。はい、僕が買ってきました。買ってきて、はい、買ってきました。え、パクロウじゃないよ。パクロウじゃないよ。じゃあプレゼント贈呈に言ってみたいと思います。はい、はい、はやたくんはちょっとあの 目つぶっててください。それでは、はい、誕生日を迎えたはやたくん、はい、
目を開けてください、どうぞ。おお。喜んでた。個人的に買おうと思ってたから。ああ。普通に嬉しいよ。ボロかったよね。ボロボロですね。だよね。うん、これ何ですか？これストラップですよね。はい、そうです。ストラップです。ベースをこう下げてるね。担ぐ時のね。ちなみに多分わかんないけど、多分俺とオソロだと思う。あ、これに、これここに入ってるテンション下がってストラップも結構好みやっぱ分かれるんですけど、はい、早田のやつは結構細いんですよね。細いですね。やっぱベースって重いから、やっぱ細いとどうしてもやっぱこう、肩凝っちゃうんですよ、すごい、うんうんうん、プラスもう多分もう10年くらいあれ使ってるでしょ。10年くらい使ってるね。でもかなりボロボロだったんで、こういう大人な感じの、うん、なるほど、色合いというか、リコアのストラップです。いや普通に嬉しいですね、これ。これ普通にいいやつです。うん、いやありがとうございます。はいはい、おめでとうございます。おめでとうございます。まあまあまあ、これで俺とお揃いになってさ、また一緒にライブしようぜ。これもつけてな。はい、というわけでね、はい、31歳の、はい、まあ、簡単な抱負とかなんか目標みたいなのがあれば、はい、どうぞ。ああ、そうですね。まあ無事31歳ということで。はい。まあやっぱこういった大人な見た目にも気遣いつつ、うん、あとはやっぱ悪と戦っていこうかなと。なるほどなるほど。はい、じゃあというわけで今日はこれで終わりたいと思います。はい、はい、でおめでとうございます。ありがとうございます。よっしゃー、よっしゃー。変身！おお。今日も動画を見てくれてありがとう、あおきょんです。 SNS は概要欄からよろしく、チャンネル登録と高評価もよろしく。バイバーイ、バイバーイ。